バトルものって感じでもなさそうだもんな。一体どうするんだろう。なんかわからんな。ただすごいゆっくりとやることは確かだな。ここで急になんかバトルになって、なんだろう、スピードが上がったらそれはそれで読む方は大変だ。到着する。当夜曰く、この辺りから迷子の気配がするらしい。そこは通学に利用しているバス停付近。今朝、ともひろとバスに乗り込んだ場所だ。やっぱりな、という思い。ああ、やっぱそういうことか。ここで出てきたか。うん。あの迷子の子じゃないん？違う。じゃあ、バスに飛び出した子。ねえねえ、知ってる？あの子はとってもかわいそう。誰のものとも知れないひそひそ話が耳に、心にしっかりとしがみついて離れていかない。じりじりと音を立てる街灯の明かりが見える。懐中電灯で俺は辺りを探った。あの子。どうやら指さす。その先には女の子。女の子だ。予想通り確かにそれはそこにいた。真っ白な服を着た小さな小さな少女が一人。停留所に設置されたベンチに座り、こちらに背を向けていた。静かに静かに。ただただ一人。俺たちは同時に生唾を飲み込んだ。だが立ち止まってばかりはいられない。彼女が朝へと続く道を見失った迷子であるのなら、まずは朝日さんのところに連れて帰らなければならないからだ。近寄る。すると次第にその子の輪郭がはっきりとしてくる。女の子は色のない静かな表情で熊のぬいぐるみを強く抱きしめていた。この子はどんな悪夢に触られてしまったのだろう。早くあの子を朝日さんのところに連れて戻らないと。さもないとあの子自身が悪夢と変わる。そうなってしまったら最後。彼女は本当に今度こそ自ら命を投げ出してしまうだろう。と、女の子がうつむきがちだった顔を上げる。闇に飲まれた道の向こうで見ていた。闇の中からエンジン音がする。ん？バスが一台姿を見せた。ずっとこれを、あ、そうか。そうかそうかそうか。この夜の世界っていうのは、その、もしかしたら過去にあったはずの、なんだろう、まあ、生活の一部というか、その一部を切り取ったまま、それを永遠に流し続けるっていう状況だから、そういうことか。だから、この子は、バスに轢かれたっていう、まあ、記憶にしとこう。便宜上記憶にしとこう。うん、それか。それが永遠と流れていくっていうことになっとるんかな？闇の中からぬーっと生まれ出るように。エンジン音がやたらと大きく聞こえ耳障り。女の子は立ち上がる。どうして？少女の声。私は、心を引っかくような声だった。私はもう一度あの人たちに会いたかっただけなのに。やってきたバスの前に少女は飛び出し、耳をつんざくブレーキ音。少女の小さな体は四散して、嘘みたいな量の血液が雨のように降り注ぎ、ざわざわざわ。
すぐさま周りの常闇が腕のように伸びてきて、バラバラになった少女の体はさらわれていく。バスはそのまま通り過ぎてしまう。バス停のベンチを振り返る。そこには今チリジリとなってしまったはずの少女が座っていた。エンジン音。闇の向こうからバスがやってくる音がする。闇の中からバスが姿を現す。少女は立ち上がり、バスに飛び出し、四散して真っ赤な雨が。繰り返し、繰り返し、繰り返し。彼女は永遠に死を続けなければならない。これが今彼女が見ている悪夢の映像。なぜこのような夢を見続けているのか。それは今の俺たちには想像することだって難しい。だけど、だからこそ。トウヤ。やるべきことは、この俺にできることは一つしかなかった。真っ赤になり、もじもじとしている。タイガー、あれ、しないとダメ？とってもとっても恥ずかしいんだけど。この子もしかして魔法少女で今から変身シーンがあるんかな。それで変身シーンということで、なんか掛け声みたいなのをあげたりするんかな。まさかね。うん、ごめんな。でも言ったろ、俺はトウヤを頼りにしてるって。俺はさ、ただの人間だから、トウヤに力を貸してもらえないと何もできない。嘘つき。トウヤは唇を尖らせる。さっきはタイガ、俺は強いぞって言ってたのに。確かにそうだ。我ながらいろいろと曲がりくねってしまっている。言い訳なんて一つもない。ただ苦笑いを浮かべて、トウヤの次の言葉を待つしかできないでいる。わかりやすい魔法でも、わかりやすい魔法も奇跡も、この世界にはどこにもありはしないのだから。ぎゅっと。トウヤは目をつむったまま、お礼と深くうなずく。その小さな頬は真っ赤に染まってしまっている。何かを吹っ切るように声を上げた。俺はそれに合わせて地面に、片膝をつく。なるほど。トウヤが俺の額に唇で触れた。それはほんの1秒程度の柔らかな感触だった。かわいい。トウヤは真っ赤になった顔を両手で隠し、もうやだよ、絶対今日も恥ずかしくって眠れない、いつもいつもこんなんなんだもん。ジタンダフムみたいにジタジタしていた。なんだか可愛い。思わず頬が緩んでしまう。さて、準備は万端とまでは言えないが、ここから先は魔法使いの時間だ。つぶやく。そして俺はまぶたを閉じて、左手のひらに意識を集中。心を、魔法を今ここに出力させよう。俺たちの魔法は、発ることない想像力だ。呪文のようにつぶやいた。すると手のひらに鋼鉄の塊が、拳銃が現れた。ずしりと重い。ほん。
装填数6発の大口径リボルバー。名前は知らない。そこに刻まれた歴史もだ。こだわりがあるわけじゃない。ただこれが忘れられない。それだけなのだ。回転式の弾倉を開き、弾丸の有無を確認。問題ない。想像力は十分だ。いや、想像力の欠如している俺にはこの程度が限界だった。俺たちの魔法は発することない。そして誰にも負けない想像力だ。ここは特別な夜。夜の魔法使いのねじろゆえの、ん?違う。夜の魔法使いのねじろ、夢の寝床から通じるこの場所は、頭の中で思い描けるすべてを形にできるとき。正確には、今はまだその時を迎える前の短い隙間のような時間なのだが、構える。俺は重厚少女に突きつけるようにして構えた。そして静かにまぶたを閉じる。助けて。女の子の声がする。お願い、助けて。ああ、わかっている。こんな夢、こんな現実。私が望んだ世界じゃないはずなのに。大丈夫、平気だ。夜に迷う君の心を、今すぐそこから剥ぎ取ってやるからな。一緒に帰ろう。引き金に人差し指を添え、どうして君がそんな夢を見るようになったのか、一緒に美味しい夕飯でも食べながら考えよう。微笑みながら言った。そしたらきっと元の生活の中でも楽しいことの一つや二つ見つけられるようになるだろうから。ひどい嘘だ。我ながら最悪だなとそう思う。こうなってしまえばもう彼女は元に戻れない。だからせめてこの手で永遠に繰り返す苦しみから解放させてやらなければ。俺は引き金にかけた指先に力を込めた。少女は駆け出す。今度はバスへ飛び出すためではなくこちらへ向かって。少女は跳躍する。ああ、少女だった何、ん?少女だった何者かは悪夢と化した。辛い、悲しい、そして寂しい。そんな思いに耐えられず、見る影もなく、醜悪な何かへと姿を変えて。俺は少女に引き裂かれてしまう。猛禽類のように鋭くなった両手の爪に食いちぎられる。俺の肉体は獣のような姿となった少女に食い殺されていく。痛い、熱い、そして冷たい。それら絶望的な感触が雪崩のごとく。まぶたを開く。荒野から受け取った能力でほんの少し先の未来を見ていた。少女がこちらへ向かい駆け出し跳躍する今が目の前にある。ごめんな。掲げる白銀の銃口と、そして打ち込む弾丸に心を込めて、俺は引き金を引く。少女の後悔を打ち抜いた。